今日は10月19日の金曜日です。金魚草を描きます。まず金魚草の可愛いお花をデッサンしていきましょう。金魚草のお花のデッサンができました。今度は茎をずっと下まで下ろして、でここに金魚草の葉っぱをデッサンしていきます。金魚草のデッサンができましたので彩色に入ります。一色はピンクで、もう少し向こうの方には紫のような感じの紫の金魚草の色が見えています。少し黄色色も出ていますので、黄色色も彩色していきましょう。金魚草の葉っぱをグリーンで彩色していきます。これで金魚草の絵が仕上がりました。